<laughs> 4年もいってたのずっとやってたね小学校の頃は <laughs> えそれであの字の下手くてさ <laughs> やばいよだから筆持ったら綺麗なんで <laughs> 1回でも見せたことあるか僕に筆の字を何のためにやってんの多分俺の家の1階になな、うん、1> <laughs> ちょうど俺が書いた書を飾ってるからそれは見せててあれは綺麗なんだよあじゃあこのそれ持ってこいやコンプリート出したやつ <laughs> えっ、ー、4年いたんだいたいたすごいねははは もよ <laughs> 先生おじいちゃんなんだよ <laughs>。でなんかの表紙で俺多分先生の肩揉んだんだ <laughs> そしたら「おっきみものうまいね」って言われて <laughs> <laughs> 隣先生の,あの自室があるんだよ <laughs> そこに連れてかれ先生横になるんだよ <laughs> そしたらちょっと足先から <laughs> やってもらっていいかなってなって <laughs>。 <laughs> 足からふくらはぎのもも行き、背中にまった。書道教室でいいんですよね。そう。で、俺、書道教室なんだけど、ぶっちゃけあんましなんだよ。ハリ <laughs> 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 あんま教室ではなくて、<laughs> 書道の教室でいいで。書道かっこあんましつよ。<laughs> で、腰行って背中行ってで、何思ったかこう立ち上がって首をよろしく。<laughs> <laughs> で、首いって、じゃあ頭もやってってなって <laughs>。もう、つま先から頭の先まで <laughs> え。え金払うのはそれでどっちなの俺よ。何の金払うって。<laughs> <laughs> 逆だ、逆。でも、全身もんだから、らもう。<laughs> <laughs> 手、バッキバキになるべ。その後、ち耳ミミミのたくったような血になるんで <laughs>。<laughs> <laughs> あ、やややややってなるから <laughs>。 すごいな。これもさ、個人教室だから、横暴さが、できるわけだ。成り立つわけだよね。そうだ。適当さ加減ね。うん。すごいね当時やったよな。あれ、丸〇くん、どっか行っちゃった。あんまの丸〇。1時間ぐらい帰ってこない。出た、その晩。あの、これよ。鉄の棒でぶったたかれやつでしょ。わかるわかる。暴力教師がいるとこでしょ。うん。 俺も個人のね。これ個人で、しかもね。厄介だよな。今、入ったら、うん、このおまけで、おもちゃとかがもらえるっていうのがあって、うん、それ目当てで入ったんだよ、大元は。火薬の入れたら音鳴る。そう、現在みと同じ <laughs> だよね、それね。初手でなんかもらえるってやつ。<laughs> それで入ってな、失敗したわな、これ。<笑><笑>まあ、2年頑張ったんだ。なんだかんだでね、まあ、お,お母さんの、ね、たたながら。 目もあるからね朝の期待もあるからすぐやめるとは言えないのがいい子の中岡君のネックなっちゃネックだよな。楽しかったこれね、実話なんだ。普通、あソロマンって親指とさっし指でパチパチやるでしょ。 <laughs> いややるよね、うん、俺不器用なままって人差し指だけを使う時があって、うん、でその時ちょっと爪を引かずにしすぎて余計に痛い時があったわけよ <laughs>。痛いってなるでしょ <laughs>。だから人差し指だけでパチパチやるわけよ。 ったらそれを目ざとく見つけけるわけよ、<laughs> 先生目ざっとくっか一応 <laughs> 先生なんだからその場はじくのは親指と人差し指を使って、うん、効率よくはじくのが正式なスタイルだからそれでもよ初、うん、めてすぐのだよ <laughs> 痛いけな少年がよ <laughs> <laughs> しかも前から俺を見て あの、例の鉄の棒を全然全然って出して <laughs> 鉄の棒持ちながら来るんだよ、うん、俺の目の前は <laughs> お前なんでそれ人差し指だけでやってんだよって言う <laughs> ちょっと深爪しちゃったってうるえってハハ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 ハいハハ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 ハ だからさ、<か> <laughs> ら親指深爪めしてるからできないんですっ <laughs> <laughs> 言ったんじゃないの、お前は。<laughs> それなに引っ張らかれるかもしれんよ。んもうでも親指深爪めしてるもんみたいな <laughs> クレヨンしんちゃんみたいな感じでっじ。<laughs> でこっちまで来るまでの間に鉄の棒持ってくることなくない ?4 時 <laughs> <laughs> してたんじゃない, <laughs> いやこいつは今から絶対にクレヨンしんちゃんばりの <laughs> くぞの <laughs> に対して失礼な態度 <laughs> 予知してたわけだ <laughs> 言い出したから <laughs> <laughs> じゃあフルスイングだよね先生おい来ただよねじゃあ次いましょうな <laughs> 面白いな先生も多分予期してんだって <laughs> あいつはクレヨン死んだとしんたろうだからまあ,あいつ死んだとし <laughs> んつのかいか